台湾電力第二次世界大戦までにあった株式会社。現在台湾にある電力会社。1919年4月の第七代台湾総督赤石元次郎時台湾島内での発電、送電を行う主体として台湾電力株式会社令により台湾電力株式会社が設立された。設立時の資本金は3000万円であった。 従来関係だった台北、キールン、高尾、昇華等の電力事業の全部を1200万円と見積もって政府出資とし、残りの1800万円を民間出資として設立された。会社設立の目的は、実月単と門杯炭に落差320メートル、発電量10万キロの水力発電所を建設し、台湾全土を電化することであった。当時の社長は、 松木寛一郎で、この功績から現在でも台湾電力の父と言われている。この実月炭水力発電所工事は1927年、第一次世界大戦後の強行の影響を受け、工事費3600万円を投下したまま一旦中断した。1928年、台湾電力株式会社をして、台湾総督府の保護のもとに外債を発行し、 実月淡水力発電所工事を再開させる予算案が帝国議会を通過した。その結果1934年に当時アジアでは最大規模となる実月単第一発電所が完成し台湾の工業化の基礎となる電力供給が実現した。発電所建設のための物資輸送を目的として中間線28水駅より工事作業地区までの鉄道を敷設し これが現在の収集線に至る。その後増加する電力需要に対応するため、1935年に実月短第二発電所、1941年には万代発電所の建設が開始されたが、太平洋戦争中のアメリカ軍の空襲により、被害を受け工事が中断した。台湾電力工事は台湾にある国内唯一の公営電力会社である。発電から、 送電、配電に至るまで、すべて一括して行う。台湾電力公司本社1946年に、それまで、日本統治下の台湾にあって、電力を供給していた台湾電力をはじめとした前、電気事業者を接収し、政府資本によって新たに誕生した会社である。1977年に、政府資本の株式会社制に組織変更。 中華民国経済部の監督課にて事業を行っている。国営企業のため、新規事業や電気料金の改定を行うなどの場合は、国会での審議を必要とする。火力発電所11カ所、水力発電所11カ所、原子力発電所3カ所を要し、その他を含め年間総発電量は1897億キロワット。そのうち43.6%が、 火力発電、原子力発電が20.2%、天然ガス19.8%、リサイクル資源利用が2.2%、水力発電によるものが2%の割合である。柳原忠夫、帝国主義家の台湾岩波書店58ページ、柳原忠夫、帝国主義家の台湾岩波書店62ページ。ありがとうございます。